軸度は d e ア i a n GNU Linux 向けに設計されたダウンロードユーティリティであり、複数ミラーからファイルをダウンロードしてディスクイメージを構築するのに使われる。なお、軸度という名称はジグソーとダウンロードからなるか番号である。軸度の典型的な利用法は軸度、ファイルユーティリティと共に使うことである。ディスクイメージを作成するため、 まず比較的小さいファイル今げなめ、軸度をダウンロードする。軸度、ファイルユーティリティに、そのファイル名を添えて呼び出し、インターネットから追加すべきファイルを取ってくる。そして、マキソフスユーティリティを使って、ISO イメージを構築する。デビアンでは、軸度を使って、CD イメージのミラーサイトを多数用意しなくて、済むようにしている。CD イメージのミラーサイトはメガバイトの、 ファイルをいくつも格納しておく、ディスク領域と十分な帯域幅を必要とする。その代わりに、軸度では、APT ゲットでアクセスできるデビアンの個々のパッケージのミラーサイトがあればよく、そこからディスクイメージを作成できる。フェドラ 9α 以降、フェドラも軸度をビットトレントの代替ダウンロード手法として提供している。フェドラ8の CD フォーマットの軸度版も作成された。軸度は GNU ゼネラルパブリックライセンスでライセンスされている。ありがとうございます。